国王のために戦って死んだ、レノックス公爵エズメ・スチュワートの二人の息子、ジョン・スチュワート教と弟のバーナード・スチュワート教、アンソニー・バンダイクが1638年。傷ついた、騎士党員、ウィリアム・シェイクスピア・バートンが1855年。それで、父上と最後に会ったのはいつかね。騎士党員の幼い息子が議会派の兵士に尋問されている。 ウィリアム・フレデリック・イーメスが、1878年、追放された、王党派、1651年、ジョン・エヴァレット・ミレーが、1863年、騎士党とは、新京都革命期から、空域、王政復古期にかけ、イングランド王チャールズ一世、チャールズ二世、不死に忠誠を誓い支持した人々を指す、用語であり、敵対者である議会派により使われた。 チャールズ一世のおいで、国王軍の中心的な軍司令官だった、ルパート・オブ・ザ・ラインがその典型と言われる。キャバリアーは、俗ラテン語で、騎士を意味する、キャバレリアス、またそのスペイン語系である、キャバレローに由来する。ウィリアム・シェイクスピアは、手劇、ヘンリー四世、第二部の中で、キャバレロスという語を、威張り散らす洒落者という意味で使っている。この言葉は、 その後、イングランド内戦で議会と対立する、チャールズ一世の支持者たる、王党派を、議会派が非難、部別する文脈で使うようになった。1642年夏頃の政治文書には、キャバリアーという語が、以下のように使われている。1642、プロポジションズ・オブ・パールと、インクラレンドン・ v i イ・504・セベラル・ソーツ、オブ・マリグナント・メン、フーアー、アバウト・ザ・キング、 サムェラブ、アンダーザネームオブキャバリアーズ、ウィズアウトハビングリスペクトツーザローズオブザラント、オアエニーフィアーイザーオブゴッド。オアマン、ワーレディーツー、コミットオールマナーオブアウトレージアンドバイオレンス、国王、の周囲には、大勢の悪しき人々がいる。人は彼らを、騎士党と呼ぶが、彼らは、国の方に敬意を払わず、神をも人をも恐れず、 何でも不法と暴力によって解決しようとする議会の提言1642ペチチオンローズコム1712ラッシュコル 3I631 ザットユアマジェスティウッドプリーズツーディスミスユアエクストラオディナリーガーズアンドザキャバリアーズアザーズオブザットクオリティーシームツーハブリトルインタレストアーフェクションツーザパブリックグッドゼア ランゲージビヘイビアースピーキングナッシングバット、ディビジョンオー陛下には、謹んで、この衛兵、騎士党員、その他の高貴な人々を遠ざけられるよう、お願いいたします。彼らは、公共前にはほとんど関心を寄せず、その言動は国を分裂させ、戦乱に導く原因になるでしょう。貴族員及び庶民院の嘆願。 オックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリー・キャバリエ・チャールズ・一世は、1642年6月13日に、貴族院及び庶民院の嘆願に対する回答を行い、その中で、キャバリアーの語について、極めて不愉快な形で誤って使われた言葉とした。王党派はすぐにこの語を自分たちの故障として使うようになり、彼らも逆に議会派を延長党と部別的に呼んだ。 王党派を指す、騎士党の語は、王政復古期にも使われ、トーリーの語が浸透するまで生き延びた。騎士党は、政治的、社会的な立場を指す語ではあったが、内戦以前の例に見るようにその本来は、服飾上の特徴を指す言葉だった。騎士党と呼ばれた人々は17世紀前半の、ロンドン宮廷で流行した服装と、ふんわりした巻き毛の挑発を特徴とした。彼らは、 細やかな装飾がつき、袖や襟が、レースでできた、明るい色の服を着用し、羽飾り付きの帽子をかぶった。この服装上の特徴は、議会の最も求心的な支持者である延長党の人々とは対照的であった。延長党員は地味な服を好み、髪の毛を短く刈り上げているものが多かったのである。もっとも、 服装上の特徴と政治的な立場に関するステレオタイプなイメージは完全に一致するわけではなかった。オリバー・クロムウェルは例外としても議会支持派の将軍たちの大多数は応答派の将軍たちと同じように髪を長く伸ばしていた。チャールズ一世の宮廷画家でパトロンである貴族、つまり典型的な騎士党員たちの姿を描いていたアンソニー・バンダイクは 内戦中は一貫して、議会派を支持した。チャールズ一世付きの牧師だったエドワード・シモンズによれば、騎士党員は、貴族や、生まれ育ちの良いジェントレマンの息子で、両親から主君たる王をしたい、深い忠誠心のために、他の人々よりも落ち着いた雰囲気で、勇ましいと評されている。王党派の軍勢に属する、人々の多くがこの表に当てはまった。王党派の士官たちは、 標準的に30代前半で既婚者であり、領地を経営している地主という人物が多かったからである。ニューモデル軍の中の独立派と同様の形で神を賛美することはなかったが、彼ら騎士党員も神への信仰を生活の柱としていた。こうしたタイプの騎士党員には、エッジヒルの戦いの始まる時に、主よ、あなたは、私が今日どれほど忙しいか、 ご存知でしょうもし私が聖規日曜日の祈りを忘れても、私のことを忘れないでくださいという祈りの言葉を放った、ジェイコブ・アストレイのような人物がいた。一方、延長党による中小プロパガンダでは、騎士党員たちは不道徳で、大酒飲みかつ軽薄、さらに信仰心も薄い人々として描かれた。こうしたイメージに合致する人物は、 有名な第二代ロチェスター伯爵ジョン・ウィルモットの父で、ある初代ロチェスター伯爵ヘンリー・ウィルモットをはじめ、騎士党員に大勢いた。別の騎士党員で、王党派の将軍であり、チャールズ二世の副審の顧問だった、ジョージ・ゴーリングについて、初代クラレンドン伯爵、エドワード・ハイドは、何のためらいもなく自らの信用を潰し、自らの本性の赴くままに裏切りを繰り返してきた。 実際、彼は、史上最も邪悪な人間になるための試みに、成功し結出することだけを望んでいる。彼の人を欺く能力は、名人芸の域に達しており、二度目でさえなければ、通常人々は彼に騙されても弾いったり顔色を失ったりすることはないと語る。こうした言説が示す、騎士党のイメージは、現代英語における、キャバリアーの持つ、 上品さを保ちながらも無鉄砲で呑気というニュアンスの基礎となっている。応答派を指す語としてのキャバリアーは1678年から1681年にかけて多い排除法案をめぐる政治危機が持ち上がった際にそれまで別の意味で使われていた通りという語がそれにとって変わるまで存続した。同時期に議会派を指す語も延長党から ホイッグへと変わった。騎士党と延長党の語が定着した際と、同じく、トーリーとホイッグの語も互いを侮辱して使う言葉とし、定着した。ありがとうございます。